て、これ。もう、いかにもなんかもう手抜き。変わった。見てこれ。杉はぎ。これ大丈夫なの？大丈夫なの？ちょっと怖い、これ。これ見てよ。ホタルの時期かな。やばいよね。ガチ、これ。残念だよね、ほんとね。おー、ちょっと危ないよね。踏んだよ。ここジャンプ。わー、なんかすげえ柔らかいんだけど、危ねえぞ、これ。こんなに危ないの？いや、これ。高いな、泣きをするし。怖っ。ほとんど渡ってないでしょ、これ。ねえ、残念。そうだね。何？落としてくるの？女の会社の買ってた？マジ？嘘でしょ。お久しぶりね、どうもね。北斗さんね、いらっしゃい、佃煮。枠さんね、お疲れ様。変わります？マジですか？いてて、ビリッと落ちたぞ、今。ちょっとやばい。ああ、大丈夫かな。ああ、座るとダメだ。三上さん、佃煮ね、いらっしゃい。嬉しい、もうさん、ありがとうね、どうもね。まあ、ね、一週間に一回ぐらいしか今出ないからね。揺れますね。結構怖い。ゆうさんいらっしゃいとかね。お久しぶりね。ツインさん、ね、いらっしゃい。お母さんどうもね、あるとね、肩痛い。ほんと？なんかね、変な虫が入ってきた。口の中に。腰がちょっとやばいんで、結構。そう。腰がね、結構響く。サザエさんもね、佃煮どうも。電波ね、大丈夫だね。お嬢さん、佃煮どうもね、いらっしゃい。お久しぶりですね、マミさんね、どうもね。お元気でした、一応。あ、千穂さんもういらっしゃい。千穂さん、ここ結構いいっすよ。ああ、腰がかなりやばい。中腰なのにいて。吊り橋なんですけども、吊り、もう見てこれ。もうなんかもう、落ちそうな吊り橋。ノブさん作ったね。湿布はしてるよ。待ってください、サミさん、ありがとうございます。ドレさんね、どうもね。何ヶ月目かしませんか、作るのに。そう、俺もね、5月が5、6回しかやってないからね。6月は今日初めてかな。ゆうさんどうもね。癒されてます、本当。ありがとう。マジ？画面ぐちゃぐちゃになった。浅田さん作らないとね。いつ頃帰るって。まあ、飽きたら帰ろうかなって。はい、北京ユーミさんいらっしゃいね、どうも。ただこれが見て。ワイジさん佃煮ね、ミキさん佃煮、ユーユーさんお久しぶりですね、佃煮。画面が変だった。確かに。マジ？電波の関係がない。どうしたんですけどね。はい、皆さん、こんばんは。虫の鳴き声が癒されますな。ガスってる。ガスってる。釣りでもするか。釣れるかな。ピキンはこれを作るの。タブローさん、作らない。2人、今日ね。はい、どうもね、皆さんいらっしゃる。ごめんね、読めなくてね。そう、ピキンと佃煮が上がった人います。これどこ言えないんですよ。ここはね、もう一度ぐらい行きたいから言わないんです。内緒です。北さんね、佃煮みたいな。気をつけていきます。なんかね、なんか、虫がすごい。虫すごいですよね。もうなんかもうそろそろ虫除けの時期にもなってきましたあ、ね。ですね。ねえ、そろそろ。はい、神様の佃煮どうもね。霊じゃないよ、これ。霊、まあ、心霊配信になってるけどね。まあ、霊はないよね、多分。全然生配信してるけどね。なんて言いました、向こう。ただね、そう。さっきもあっち側で、なんか僕の前にちょっと横切ったの。ちょっと煙が白っぽい煙が。やばくないですか？
いるのかな、やっぱり、ね、うん、流れ的にね、この辺ね、この山里奥ですよ、なかなか出てしまうんですよ、うん、多分おそらくこれ、目っての通り、うん、まあ、落ちてもどうかな、でも死ぬな、死にますね、場所によっては死ぬな、高さでは高いからな、死にますね、うん、そう、はい、アクションつけたりね、霊はいないと思うんだけど、うん、やっぱこの辺りね、そうですよね、その噂はありますよね、ありますよね、うん、なさ動物生息エリアなんでね今日鈴持ってきてるよ、うん、皆さん、うん、そう、俺持ってきたんだけど車の中、ああ腰痛て腰腰が痛、何、え、ちょっと待って、何今の、ちょっと待って待って待って、え、ちょっと待って、やばいよ、クマじゃないですか、クマじゃないですか、クマだ、クマ、今のはすっごい音ですよ、やばいやばい、うわあっちだよ、あっちですよ、あっち、ちょっと、ちょっと離れましょう、今やばいやばい、うわって言いましたよ、言ったよね、あのゴーって、あれこれ絶対クマっす、あれこっちは月の幕マっすよ、あれ来てない、いや、あっちです、あっち、ちょっと離れた方がいいって、言いました、間違いない、あれ月の悪魔、月の悪魔ですよね、あれ間違いないですよ、前聞いたのと一緒、あれやばくないですか、やばいやばい、もし来たらやばいやばい、ちょっと待って待って、月の悪魔の絶対今のは、いや、やばいやばい、ガチ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 すっごい濃い、うわー、聞こえて聞こえて、聞こえました聞こえました、だってドロさんと二人で聞いてるのは間違いないです、間違いない、あれ俺一回聞いてますもん、あのゴーっていうの、威嚇ですね、クーさん、いや、めっちゃ近いですよ、クーさんというレベルじゃないっていう、ちょっと逃げられる位置にしとかないとやべえな、どのぐらいだったら、まあ、あ、まあ逃げられるかな、逃げられますね、うん、いやでも走ったらもう終わりですからいや、いやすごい近いですよ、近い、近いですよ、近いですよ、近い、もう俺聞こえなかった今、皆さんちょっとこの辺だったらまあ、うん、まだ来たらすぐ逃げられると思うんだけど、聞こえなかった今、今皆さん聞こえなかった、聞こえなかった、グーってすごい音だったよね、もろ聞こえたんだけど今、一応鈴持ってきてんだけどちゃんとね、来ました、ビンさんいらっしゃい、ね、うん、はい、お茶出たね、うん、早いよね、うん、いやでもその一山ぐらいだよね、多分、いやもう近いですよ、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 前一回来た時はもっと近かったです、やばいやばいもっと近かったから本当に大きいダッシュしました、うん、やばいな、ありがとうございました、鈴の音でした、やばいよ、鈴の音は嫌がらせなんだけどね、クマさんなんか虫が入ってきやがったよ、足場に体の中が入ってきやがった、クマさん、いや何県もちょっと言えないな、埼玉県って言っておきましょうかね、いや本当に皆さん、クマクマクマ、あ、言っちゃった、やべ、うん、所沢市っていう噂が、こ、うん、んなところあったっけ、所沢、うん、あるんですね、実は、そう、所沢の山ですね、あの、うん、あのサリちゃんの館じゃないですけど、うん、メリちゃんの館って、タッチャン池の近くじゃないですか、あ、タッチャン池かな、うん、多分、うん、そう、タッチャン池なんですよ、ね、の近くですね、うん、いや、マジマジ、皆さん、うん、本当にね、今あれ、はい、津田にどうもね、いらっしゃい、カズさんいらっしゃい、ドロさん聞いてる、で今ね、ちょっと逃げられる位置まで下がってきたんですけど、ちょっと危ないかもしれないよ、蜂蜜欲しい今だってほんとすごい近い、低い、低い声でしたね、かなり、ね、低い、あれはそうですね、ゴーって威嚇してますよ、やばいですよ、佃煮いらっしゃい、いいですか、でもこの距離でも下手すら危ないですよね、危ない危ない、危ないですよね、危ない、全力で来たからね、うん、とりあえずあれですね、鼻蹴りですね、鼻蹴り熊黒いね、だってどうせやられるんだったら一発でも致命傷与えたいじゃん、そうですね、どうせやられるんだったら、どうせやられるんだろうね、どうせ、いや、だってやられっぱなしで死ぬのは嫌だよ、そうですね、食われるのは嫌だ、一発でもちょっと致命傷でやられるんだったらまだちょっと救いがある、逃げられるっていうか戦うよ、もし今やったら、うん、本当だよね、腰の痛みなんかどうでもいいよ、もう生きるか死ぬかとか、ラムさんいらっしゃいね、佃に一発くれないだろうね、うん、こんばんはどうもね、ハコさんいらっしゃい、どうせやられるんだろうね、本当、お茶どうもね、ラムさんね、どうも、でもやばい勇気だね、皆さんね、このね、ライトが武器なんですよ、ライトは、うん、そう、いや、武器にならないですよ、ならない、どうさ、無理です、こんなの無理、無理です、無理です、まあ、殴っても無理か、こんなので無理、こんなのいくらっても無理です、ダメですね、まだこれが素手でもっていうのはできますけど、こっちなのね、うん、これじゃダメか、これじゃライトじゃない、明かりじゃ無理です、ね、これじゃダメか、勝てないですね、皆さん、これじゃ勝てないって、これ殴ってもダメだって、うん、鼻ですよ、鼻にダメじゃない、鼻ですよね、確かにね、うん、いや、熊の方が怖いね。ほんと怖いですね。そうだね。埼玉市、いや、所沢市でいいんじゃない、うん、はい、こんばんは。佃煮翔さんいらっしゃい。佃煮ね。後ろ大丈夫、モンさん、佃煮ね。後ろ大丈夫。サボ漬けじゃない、つけてないんだよ、今日。洗っちゃったから。レーザーポイント。行って、腰痛。心配してんだけど。レーザーポイントで少し痛い、うん。こんばんは、どうもね。皆さんいらっしゃい。うおお
触られた。おお、大丈夫ですか、大丈夫ですか。やべえ、最近行ってねえからやべえな。触られた、ここ触られたんですよ。やべえやべえ、今触られたんだけど。やばい、どうした。なんかすげえ驚いたじゃないですか。おお、びっくりした。最近俺ダメだ、行ってねえから、ビビってきてるから。最近行ってねえから触られたって。触られた、今触られた。腰やめてくれよ、行ってんだから。バットじゃない、勝てないからね。ちょっとマジ、本当にヘルメか。あ、奥さん、佃煮ね、いらっしゃい。今触られたって。海豚さん、佃煮ね。なんか今触られたのよ、グって。もう押さえてたらグってなんか触られたんだよ。嫌だな、本当に嫌だな。危ないね。はい、みーさん、佃煮ね、どうも。危ないですね。もう、なんかいる、嫌だな。乗り立つな、ね。おい。今聞こえませんでした。うーって。なんか低い声がね。近いっすよ。どこ来てるんじゃないですか。え、どうさんの後ろ。え、そこにいますよ。いません。いないよね。今聞こえたよ。うん、なんか聞こえました、聞こえました。確かに聞こえた。やばいんじゃないですか。やばい。この橋、本当にやばい。なんでこれ。なんか、まあ、どっちも任せますよ。変な音聞こえたよ。ね、うん。何今の声。ちゃんと遊びましたね。光りました、マジ。うん、ちょっと見といてね。光ったら。私のコメント、今見た、みおさん。うん。いやが自分で、ね、いやもうほんとビビっちゃってるよ、うん、だって鳴き声すごいんだもん、ね、マジ。マオさんでもいらっしゃいね、うん、見れた。おお、虫に敏感な人。なんだよこれ。俺なんでこんなビビってんの。最近行ってねえからかな。いや、はい、こんばんは、マオさんいらっしゃい。すっげえビビってんだけど、俺警戒してる。そうなのよね、本当だよね。最近行ってないから、なんかもう、うん、耐久性が弱ってる。やっと虫にビビってるよ。やべえ、マジ逃げた方がいいの。ということでね、とりあえず、ね、マジ。まあこれだったら大丈夫かなと思うんですけどね。橋の下にいる？もしかして。うん、橋の下から来てんじゃないかって。今なんてその辺でしたよ。そうそうそう。ちょっと待ってください。ちょっと痛い、腰痛い。なんかいるんだな、いないよね。いないよね。こっちはいないよ。いや、聞こえたんだよな、今。ないよね。腰やばい。魚取ったらやばいよね。すり鉢見て、これ。これ。これ見てよ、これ。継ぎはぎだらけのすり鉢。こんなの、あそこなんか一面ですよね。え、一面。本当です、本当です。一面です。